麦の穂が黄金色に輝く麦秋の季節を迎えています。岡山市南区で高校生によるビール麦の収穫が行われました。紅葉高校の2ヘクタールの畑で収穫を体験したのは農業科の3年生です。生徒たちは去年11月に種をまき、冬季には苗を足で踏んで強くする麦踏みを行って、寒さや乾燥に負けない丈夫なビール麦を育ててきました。3年生にとっては学習の集大成となる収穫体験。初めて操作する大型のコンバインに戸惑いながらも徐々にコツをつかんでいきました。今年は雨など天候不良に左右されたものの、出来は上々だということです。自分たちでこう作っていくっていう達成感が得られてとてもいいです。片方がハンドルでもう片方がレバーの方を持つから、どっちも見ないといけなくって、めちゃくちゃ難しかったです。飲めないですけど、まだ飲めないんですけど飲んでもらいたいです。はい。稲作では経験できないちょっと大型のコンバインも使ってますので、これを運転して自信をつけて様々なことに生かしてやりたいなという。収穫後はビールの原料として JA に出荷されます。紅葉高校では6月中旬に田植えの実習も行われる予定です。